この集会は志賀原発の廃炉を訴えている原告団などが開いたもので、全国からおよそ1100人が参加しました。参加者たちは能登半島地震で指定の道路が崩壊するなど、避難計画が机上の空論だったと指摘。次に大地震が起これば志賀原発は耐えられず廃炉にすべきだと訴えました。また女川原発の廃炉を訴える原告や能登半島地震の被災者も脱原発を訴えました。この能登半島地震を受けて、志賀原発はもちろん全国に先駆けて廃炉にするんだという思いは私たちありますが、これから原発のない社会に向けて、さらに大きくまた力を合わせてやっていけるんじゃないかなというふうに思います。メンバーは明日県と北陸電力を訪れ、志賀原発の廃炉を要請します。